仕事に行きたくないっていうのは心理的に考えると実はものすっごいやばいことなんですよね。もちろん人間としてね、たまには休みを取りたいとかそういうことは全然大丈夫です。でも本当に日曜日の夜からお腹の底から感じるようなこれ本当にやりたくないっていう感情、そして仕事がね恐怖として感じている、これは心理的に考えると相当避けたい状態なんですね。どういうことかというと、人間として生きていると必ずチャレンジっていうのが出てくるんですね。で、このチャレンジを恐怖として受け止めるか、チャレンジとして受け止めるかによって体の中のホルモンバランスが大きく変わってくるんです。 UCLA のマッティュー・リーバーマン博士の研究によると、実は自分が恐怖だって思った瞬間にアミグダラ、自分の扁桃体がキックインして体の中にストレスホルモンが流れてきます。で、このストレスホルモンが流れ始めると、このチャレンジに対して戦うか逃げるかっていう選択を選ぶようになってくるんですね。しかしこの恐怖、怖いチャレンジが現れた時に戦うっていう感じで入っていくこともできるんですね。で、この戦うっていう意識を持ちながら自分の人生に出てくるチャレンジをやると論理的にクリアしていくことができるんです。で、逃げるっていうふうになると問題はあるんだけど目を閉じていて問題を感じていないっていう情報を自分の人生に作る。でも問題はなくなっていないんですよね。で、この仕事っていうのが本当にこの問題であれば、これは実際に目を向いて勇者が洞窟の中に入っていってドラゴンをやっつけるように、この勇者はこの洞窟の中に何があるのかわからないですけれども、勇者は戦うっていう決断をしたんですね。そのような形でこのチャレンジをウェルカムするね、負けてもいいからやってみるっていう態度で挑戦していくと、実際にその問題はチャレンジができる確率が論理的に上がっていくんです。なので、もし本当に仕事が本当に嫌いって思ったら、まず何をするかっていうと、その怖いものが中に入っている洞窟の勉強研究を始めないといけないですよね。この仕事の中で何が嫌なのか、どの部分が嫌なのか、通勤が辛いのか、上司が辛いのか、ね、全て辛いよって思いやすいんですけれども、これを人間の脳、ニオコルテックスの部分に恐怖を上に上げていって、どの部分が怖いんでしょうか。それを明確にして論理的に、じゃあこの問題は自分でクリアすることができるのか、クリアできている人はどのようなスキルを持っているのか、そのスキルを学ぶには何をしないといけないのか、ね、そういうことを考えていく。すると、いや自分では変えることができないので仕事をどうしても変えないといけないっていう選択が出てくる可能性も少ないけどあると思う。でも 80% の場合はその仕事に残りながら自分が逃げているところと向き合って、その一つについて3ヶ月のプランを作るような形で向き合っていくと、実は自分でそのレベルをクリアできるんですよね。でも問題から逃げている、ね、火事があるんだけど見ていないから火事になってないっていう感じで向き合っていると、自分が実はその火事を直すことができるのに、見てないから自分に直す機会を与えていないっていうことにもなりやすいんです。Alright. Thank you so much for checking out this video, and I'll see you in the next video.